どうもハズムです。先月の22日と23日に大阪に行ったという動画を2本上げたと思うんですけども、その時の購入品をご紹介したいと思います。まずは今着ているこちらなんですけども、こちら C のトラックシャツジャケットになります。全体はこんな感じ。名前の通りトラックジャケットとシャツの中間のようなアイテムになります。これは1日目に行った FFC さんで購入させていただいたもので、動画の方でも一番最初のコーディネートの方で色違いのパープルを着用させていただいて、生地感であったりとかシルエットであったりとか合わせやすさの部分ですごいいいなと思って、今回色違いの黒を購入させていただきました。昨日か一昨日のインスタグラムのストーリーの方にもコーディネートとして上げているんですけども、その時のそのパンツはどこのですか、そのアウターはどこのですかっていう結構質問が多かったので、アウターは C で、パンツが以前動画で紹介したニコラス・ダーレのものになります。結構フリースですかっていう質問が多かったんですけども、素材はコットンとウールの混紡したツイル生地になっております。こんな感じです。一応秋冬物のアイテムにはなるんですけども、そこまで厚い生地でもないので、春先とか、秋口、結構長いシーズン使えるかなと思って、今の時期に購入しました。全体的な作りとして、身幅であったりとか、あと袖、結構幅が広い作りになっているんですけども、一応袖口にはこうスナップボタンがついているので、ここを閉めれば多少シルエットを変えてあげることもできます。インナーに着るときにはここを閉めた方がいいかもしれないですね。一応僕が着ているこちらでサイズが2になります。で、裾なんですけども、前身頃と後ろ身頃の長さが変えられていて、ここにスリットが入っております。で、肩は若干ドロップショルダーになっております。で、首元はトラックジャケットということで、こう襟を立てて着用することもできますし、ちょっと開けてあげてこう折り返して着用することもできます。で、お値段なんですけども、こちらで2万5千円になります。今年の秋冬ものなので、あんまり在庫は残ってないかもしれないんですけども、よかったらチェックしてみてください。そして2点目は九州タワーズさんとのお買い物の動画で購入させていただいたこちらマウトリーコンテーラーのグローブになります。で、まずブランドなんですけども、マウトリーコンテーラーは今期の2017年秋冬からスタートしたブランドで、デザイナーにはシングファブリックスやホワイトラインを手掛けている方など、ミリタリーオタクの方々がこう集まってやっているブランドになります。で、今回僕が購入したこちらの手袋は、この間のお買い物の動画でも店員さんの方が説明してくれてるんですけども、コーデュラ社のコンバットウールという素材を使用しております。ウールとナイロンを混紡することで、ウールの10倍以上の強度を誇る素材になっております。で、袖口にはこのように両方ブランドのロゴが入っております。内側にはこのようにフリースになっております。この間の動画内で店員さんが言ってたんですけども、汗をかいても速乾性に優れているというメリットがあります。で、購入してから実際に使ってみての感想なんですけども、正直暑いぐらいです。そのぐらいあったかいです。ただ汗をかいて蒸れるっていう感覚はなくて、それはやっぱ内側のフリース部分の機能性が効いてるのかなと思います。手袋をこう取った時にもう手がポカポカするというか、手が冷たいっていう印象はないですね。ただそのあったかさと強度だけを追求した手袋なので、このスマホが使えなかったりとか、そういうちょっとデメリットはあるんですけども、あったかくて丈夫な手袋を探しているという方は、よかったらチェックしてみてください。僕が購入したカセドラルさんは通販も行っておりますので、よかったらそちらもご利用ください。はい、ということで本日は大阪での購入品についてご紹介いたしました。少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後に本日も一つ質問に答えていきたいと思います。前回の動画のコメントなんですけども、おすすめのグローブを教えてほしいですということで、一応こちら のマウトリーコンテーラーのグローブも本当におすすめなんですけども、別のもので言うならばジョンストンズという老舗のニットメーカーが出しているカシミヤのグローブがいいんじゃないかなと思います。お値段が確か1万円前後とかで買えると思うので、よかったらチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。